全179市町村を巡るコアックマキャラバンをやりながら北海道の PR をしています。コアックマキャラバンの様子は YouTube にも動画で公開しておりますので、ぜひぜひ見てください。今回初めて須崎に来ました。北海道からはこのコアックマークマと、そして先ほどステージありました浦臼町のスコ姉さん、この2団体で来たんですけれども、北海道はねもう秋だったの、なのに来たら夏だったんだよね暑いですね、さすが南国ということで、とっても美味しいお料理を毎日堪能させてもらっております。はい、というわけでコアクマちゃんはどんなクマさんかと言いますと、体にたくさんのハートを持ってます。一つ目はこちら、ちょっと失礼、お腹にハート。お腹のハートを触るとラッキーなことが起きますので、後で会った人はなでなでしてあげてください。そして次は手のひらもハート。そしてもう一つ、振り向いて、ちょっと失礼尻尾もハートのクマさんです。微妙な音出すね、微妙な音出すね、大丈夫。そしてこちらの紫のクマが双子のお兄ちゃん、アックマと言います。先ほどから弾いてる通り、この通りギターを弾けるエンターテイナーです。はい、今日はね2日間高知で暴れ倒しているんですけども、実は来週は北海道のユニ町ユニガーデンというところで北海道のイベントがあります。しばっこちゃんは来てくれるんだよね、北海道に。ありがとう。ちょっと遠いですけど私たちも来たので、皆様もぜひ来週は北海道に遊びに来てください。よろしくお願いします。どうした、悪魔のこのねかっこいいギター、かっこよかったでしょ、かっこよかった。このかっこいいギターが堪能できるご当地キャラクターのコンサートがあります。会いたいというコンサート、この後彦根、そして大阪、そして羽生と予定されておりまして、ただいまチケットは絶賛発売中。この後12時からやる GCB のみんなもね、そのイベントにはたっぷり演奏を聴けますので、この後の GCB ステージも少し堪能した後に会いたいのコンサートもぜひチェックしてみてください。ではでは、準備が整いましたので、この後は昨日2回も披露した悪魔様のテーマソングファイヤー悪魔ファイヤーを弾きたいと思いますが、どうでしょう。そうですよね、2日とも弾かないと、これは微妙な音出すねって、微妙な音出す。はい、あのねファイヤー悪魔ファイヤーには皆様に手伝ってほしいことがあります。手拍子を手伝ってもらえますか。こちらです。せーの、パンパパンキュー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 。これね、途中で4回ずつ出てきますので、にゃじありがとう来てくれて、パンパパンヒューやってね。そして途中はコーラスがあります。アックマ様と須崎から愛媛グライブで聞こえる声で、皆様大きい声でアックマ様のコーラス言ってください。途中は悪魔様のギターソロもありますので、思い切り黄色い声援、男性の方はのぶとい声援、ぜひお願いします。では行きます、みんな準備は。いや、ちょっと待って、何始まった、今年でしょじゃあね、みんなね、後ろにねアンプが1台あるので、ぶつからないように手を広げて、手を広げて当たらない位置に立ってもらいまして、大体もうみんな好きなように踊ってください。では行きたいと思います。2曲目、本日須崎イベントのラストステージです。ファイヤーアクマファイヤーミュージックスタート。
しょう。ガビー、ちょっと違う衣装が必要になりましたね皆さん。というわけで北海道から来ました小悪魔と悪魔でした。この間あとも会場を練り歩きます。皆さん遊びましょう。おい、行ってくれたミクちゃん、シバッコちゃん、高田のイメちゃんと叫び、ヤジロー。